こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ初心者です。カメラ転売は店頭仕入れがおすすめですか？稼げる仕入れのコツを教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。この動画ですね、質問がありましたらぜひね、紹介させていただきます。はい。まずこちらですね。まずカメラ転売をやるのはいいんですが、まずデータですね。商品のデータを調べます。で、メルカリ、アマゾン、ヤフオク、まあ、どこでもいいんですけど、売る場所ですね。売る場所の、詳細のデータをぜひね、調べていただければいいと思います。まあ、一例としてですね、まあ、オークファンなどで、まあ、調べるのいいですよね。はい。まあ、メルカリね、とかでキーワードを追ってね、商品キーワードを追って、まあ、いくらいくら出てるとかね、トップセラーですね、儲かってる方をね、ID をね、コピーしてね。まあ、その方が何を出してるかっていうのを調べてね、売るのもいいんですよね。まあ、そういった風に、まず、リサーチをしたりですね。はい。で、何個も入れると、100%赤字になります。で、私もですね、カメラ転売始めた頃に、本当に苦い経験がありまして、マイナス6万だったんですよ。で、何も調べないで、まあ、とりあえず仕入れて売ればいいやって感じで、本当に痛いダメージ食らった記憶あります。なんで、ぜひね、こう調べる、リサーチですね。ここをね、ぜひね、やっていただければね、いいかと思います。はい。その次、店頭仕入れなんですけど、まあ、これはですね、初心者の方、ぜひね、アウトレットショップ、まあ、東京でも大阪でも名古屋でも福岡でも、ね、札幌でもね、まあ、住んでる地域によっていろんなアウトレットショップあるんで、ここをですね、狙ってほしいんですよね。はい。で、それと、もう一つはですね、カメラを着たためですね、ここにもですね、アウトレット商品ってあります。型落ちした商品ですね。で、それはですね、まあ、着たまる方でね、ぜひね、まあ、店頭に並んでるんですけど、それでも高い場合で、ぜひね、値段交渉ですね、値段交渉して、ね、現金で一括で買うから安くしてくれと言いますと、安くしてくれます。これ私何回もやってますので、ぜひね、まあ、こういった風にですね、まあ、一概にどの店とはちょっと言えないんですけど、こういった風に調べていただければいろいろありますので、ぜひね、まあ、試していただければいいかと思いますね。はい。あとですね、中古ショップですね。中古カメラショップもおすすめです。まあ、ぜひね、調べていただければいいかと思います。はい。で、あとネット仕入れですね。ネット仕入れはですね、ぜひしてほしいんですけど、まあ、ここもですね、しっかりとね、リサーチをしてから仕入れないと赤字になります。もうこれはぜひ、もうぜひ、やってください。で、店頭商品はね、100%安いです。それはですね、中間マージンがないので安いですね。はい。今の業者さんっていうのは、もうメーカーから直接仕入れてますので、安いです。で、もっと賢いショップになりますと、外国から仕入れてきますので、さらに安いですね。はい。なので、日本の商品をね、外国で作ってますので、中間マージンカットしますので、日本で売る商品を外国が直接仕入れてくるので安いですね。はい。なので、ぜひね、リサーチをしっかりやっていただければ100%利益出ますので、ぜひ試していただければいいかと思います。はい。でも最後なんですね。まあ、まあ、何度も言うんですけど、地道なリサーチ、これがですね、できないとカメラ転売利益出すことは非常に難しいんですよね。はい。商品単価が高いので、ぜひね、注意していただかないと100%赤字になって、もうボロボロになっちゃいます。はい。ぜひね、こうリサーチ、ここをね、重視してやってみてください。はい。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。2回も散歩、お願いします。あと、YouTube から質問については受け付けません。LINE と登録後によろしくお願いします。本日は、最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。